かな新聞はないよ。あんなとこやってることは何なんだ。ペンの力じゃない。あんたたちが言ってくるのもおかしな。日本人的な感覚で言って子羊が本当はね、この子羊のようにおとなしくしていたいですが、明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いを申し上げます。昨年は外ではウクライナ戦争、内では安倍元首相の暗殺事件と大変な年でございました。そして本年はその流れを引き継ぎ、昨年以上に世界規模で対談の時代が始まるというふうに思っております。ウクライナ戦争は終結の目処すら立っておりません。戦後の日本が安定を保てたのは、もちろんさまざまな要因はございますが、一番の要因はロシア、当時のソ連ですね、ソ連と中国が対立をしていたということでございます。第一次冷戦に西側が勝利ができたのも、これはやはり中ソの対立ということがありました。1960年以降、中国とソ連は徹底的に対決をしていました。中国はもうソ連がいつ襲来をするかということで避難訓練すらしてたという時代が続きました。安倍さんがいろいろ批判はあっても、ロシアにと気を使ったのは、やはり中国とロシアを分断しようという意図があったわけですね。そしてそうした意図は、このロシアのウクライナ侵略によってことごとくついえ去りました。ウクライナ戦争がどう終結をするにせよ、これだけ西側とことを構えた以上、ロシアはもう自由主義諸国とのパイプというのは閉ざされました。今中国はウクライナ戦争の状況を見ております。しかしいずれにしてもロシアは中国に取り込まれるであろうと。今まで中国とロシアの関係においては、ロシアの方が もちろん中ソ対決の頃もソ連の方が上でしたが、今度初めて中国がロシアを縦断するという格好に今後なってくると思います。そうなると日本の周りには中国、ロシア、北朝鮮とそれぞれ核を持った国が日本を取り囲みます。地球規模で見てもこれだけやばい状況に置かれている国は日本しかないと思います。さすがに平和ボケしている日本人もこの状況に目覚め、防衛費の増額ということに関しては増税をするか否かということは大きな意見が分かれておりますが、少なくとも防衛費の増額に関しては立憲民主党を含めてほとんど抵抗はないという状況になっています。その意味では戦後的価値観が今音を立てて崩れているという状況でございます。しかし日本が多少目覚めても、それ以上に中国の膨張というのは止まりません。ウクライナ戦争の経緯によっては、中国は台湾に侵略することを少しはためらうと思われておりましたが、これもいずれは間違いなくやるでしょう。本当に日本は今危機的な状況でございます。その時に安倍さんがいない日本、これからさまざまな局面でもし安倍さんがいたらと思わせる局面が間違いなくいろいろ起きてくるでしょう。しかしもういないものはいないんです。安倍亡き日本丸が本当に荒波の中に乗り出していかなければいけない。岸田さんにその役が務まるか、残念ながらとてもそうは思えません。しかしポスト岸田に名が上がっている人たち、茂木さん、河野太郎さん、あるいは菅さんとも言われています。その人たちもことごとく当てにならない。本当にこれを聞きと言わずして何を聞きというかと思います。しかし嘆いていても始まりません。始まらないどころか
日本は今本当に最大の戦後最大の危機を迎えようとしています。頼みの綱のアメリカも、もうこのアメリカにおける分断が止まりません。もし安倍トランプが健在であれば、ロシアもおそらくウクライナの侵略はためらったと思います。しかしそうした微妙なバランスを取れてた重しがみんな取り残されて帰ってしまった。これから本当に世界は大変なことになっていきます。その中で日本がどうなるか、先ほど言いましたように、もう自民党は当てにならないんです。しかしそれ以上に野党もダメです。だとすれば、これはもう国民が目覚めるしかないんですよ。明治維新は総門が屈起して成し遂げられました。もうあの時以上のある意味危機でございます。私は今年75になります。実際に第一線で頑張れるのはあと5年6年だと思います。この80までの5年間本当に死に物狂いで頑張ります。そうでなければこの日本がどうなるか、死んでも死にきれないというのが今の偽らざる心境でございます。私一人がどうこうなってどうなるもんでもないでしょう。しかしやらなければいけないんですよ。国民一人一人がやらなければこの日本は持たないんだと本気でそう思っています。もうこの対乱、世界対乱の時代が始まりました。私自身本当に死に物狂いで日本を守るために頑張ります。念頭にあたり改めてその思いを強くしています。日本を守りましょう、頑張りましょう。それでは失礼いたします。頑張ります。